はいどうも、かがやんです。今回のマシン英雄伝渡るは超マシン英雄伝渡るから超力魔人シリーズの鉄鋼龍神丸になります。これ残念ながら僕未開封のものがなくて1、2年ぐらい前に中古ショップで買った鉄鋼龍神丸になります。このパッケージの紙とかが持ってないので今回は本体だけになります。でちょっとこのホローのシールなんかもちょっとダメージがあって具合が悪いんですけど、まあ、とりあえず見ていきたいと思います。で超マシン英雄伝渡るシリーズで僕も結構あんまりちょっと知識がないので、まあもともとそんなにいろいろアニメ見てないからもともとそんな知識ないんですけど、僕が結構よく見てるのがこのピアシリーズ、マシン英雄伝渡る&トラ王のピアシリーズ、この辺の設定資料なんかをよく見てます。はい、僕がたまに見てるのが、このマシン英雄伝渡るの戦部渡る&トラ王のピア、このピアバージョンのやつを、去年出て、これよく資料として僕も見てます。アマゾンの方でまだ販売してると思うので評価めっちゃいいじゃん、これ 100% じゃん、43。こんな感じで金額が1650円ですけど、まあ1冊持っといて損はしないと思います。中古でも700円プラス300円、配送料300円で、まあそんなに高くないので中古でもまだ買えるうちに買っておいた方がいいと思います。で月光龍神丸が魔法攻撃防御に特化した魔術師形態、第4階層の聖人月の女神ルルナの力を宿した龍神丸の姿、魔法力に秀でており魔法攻撃防御を得意とする。武器は魔法力をも切る剣、月光刀流剣、月光の盾、必殺技はパワーを回復する超力月光波。ちなみに背中の装備は月光輪、ムーンライトリングという。という感じで、では見てみましょう。では各部を見ていきたいと思います。顔がこんな感じです。やっぱりこのシリーズは体型もいいですけど顔も結構出来がいいので、とても昔のトリとは思えないぐらい出来がいいと思います。相変わらずこの中身が見えません。で腕の可動とこんな感じで足が付け根が動きます。で残念ながらこれは多分見る限りでは色あせてると思います。ここにはめ込んでいくような形で取り付けていきます。月光刀流剣がここに刺すことができて取り外しができます。では剣を装備していきたいと思います。剣を装備するとこんな感じになります。では次に月光の盾を装備していきたいと思います。ここを開けると展開させることができて盾を取ることができます。一応竜の絵が描いてあるようなのですがちょっと汚くて確認できません。こんな感じです。で裏は持ち手がついているのでこれを開いて持たせることができます。ちなみに頭のパーツは取ることができるのですが、多分これ白虎龍神丸の兜をかぶせることができると思うんですが、残念ながら僕は白虎龍神丸と獅子龍神丸は持ってないのでお見せすることができません。では見ていきたいと思います。以上で月光龍神丸の商品紹介を終わりにしたいと思います。こちらの方もこの超力シリーズはネックスエッジスタイルで新しいのがどんどん出てくるので、この古いトイと新しいネックスエッジとで見比べてみるっていうのも結構楽しみであります。
月光龍神丸自体は僕も4000円ぐらいで購入したので、中古相場もそこまで高くはないので、欲しい人はまあ見つけたらまあ購入してみるのもいいかと思います。で、多分結構際どい金額なのが白虎と獅子龍神丸で、獅子龍神丸なんかただの龍神丸の色違いだから別にいいやなんて自分も放置してたら、結構いつの間にかオークション相場上がってたりとかして、なんか割り合わないなと思って僕も買ってないんですけど、ちょっとその辺は手が出しづらいのでネクスエッジで新しいのを買った方がいいのかななんて僕は思ってます。まあ白虎も特に手が出せない金額になってるので、まあその辺はおすすめします。紹介を以上にしたいと思います。次は鳳凰あたりを探して見つけてやってみたいとなっていきたいと思います。よかったら評価とチャンネル登録お願いします。